赤い頭巾をかぶせた石が見えてきます。これは仏石です。自然の岩石が仏様のお姿に似ていることから、このありがたい名前が付けられました。鉄橋がかかる以前、上流の温泉を目指した昔の湯治客はここを通るたび必ずお参りしていったそうです。